サクワクトリーで使われるサクの水は湧き水や地下水を 100% 水源としています。雨や雪解け水が八ヶ岳や立科連峰、浅間山といった天然のろ過装置をくぐり抜けて湧き出してくるサクの水は、長い時間をかけて地中に浸透することで土壌や岩盤のミネラル成分がじっくりと溶け込んだ天然のミネラルウォーターといえます。また地上に湧き出た最初の水ということからバージンウォーターとも呼ばれています。健康は自分で守らなきゃいけないという状況にあるわけです。ですから普段の食事というのがますます重要になってくるわけなんですけども、まあ、だからといって毎日食べている食事に対して絶対の自信がある人っていうのはそう多くはないと思うんですね。なんとかその人たちのフォローができるような食品ということで作られたのが酵素ということになります。いろんなものをバランスよく食べるということはどうしてそんなに重要なのかということを説明しようと思うんですけども、この桶、板で構成されてるんですけども、この板の一枚一枚が健康に必要な栄養成分に例えます。で、その栄養成分、健康成分で構成された桶の中に水を溜めていくのが健康増進のイメージに見立てます。例えばこの板が短ければ水はここまでしかたまらない、他の板が長くてもここが短ければそこまでしか水がたまらないと。で、逆にここの板だけが妙に長くても同じでして、ここまでしかたまらなくて長い分は意味がないというような形でですね、健康増進のためには全ての板をまんべんなく高くしていく必要があるという考え方です。自分にとって足りない栄養成分が分かっている場合っていうのはそれを取ればいいわけです。この板が短いからここを補強しようと、それがサプリメントの考え方なんですけども、多くの人にとってはそのどこが欠けてて自分は健康じゃないのか、どこを足せばもっと健康になれるのかっていうのは多分分かってない。ピトケミカルと言われる成分はここ10年でかなり機能性が研究されてきて第7の栄養というふうに言われています。足りないからといって、まあ、サプリメントで補給するようなことをしていると、これから発見される可能性のある今まだ分かってない栄養成分というものが取れない、そういう意味で食品のようにいろんな成分が入っている、いろんな栄養が入っているというもので、とにかくいろいろ取ることでどっか欠けてたとしても補填できると。で、全体を上げることで、まあ、全体的に健康になると。